この番組は室蘭 FM ビュー、インターネット放送、動画サイト Ustream、 D-Fine ポッドキャスト、以上三脚ネットでお送りいたします。おはようございます、こんにちは、こんばんは、ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私、山田大輔と、もう一人がこの人です。こんなショックなことがありますか。海坊主です。どうしたんですか、ショックって。いやもうショックですよ。どうしたの。タモさんマイク持ってるでしょ。持ってます、はい。笑っていいとも。ああなんか終わります的な発言が今すごい巷で溢れてますね。そうですね、これね、放送日のずいぶん前になっちゃうと思うんですけれども10日ぐらい前になるのかなと思いますけれども、ね、フジテレビの俺あなた笑っていいともが32年ですか、放送しててねえね、うん、これ終わるらしいですね。まあやっぱりね、うん、タモさんといえばですよ、はいはい、もう生放送単独司会者の、うん、ギネス記録をお持ちの、はい、タモリさんですよ。そうですね、笑っていいとも終わったら、うん、私はお昼何を見たらいいのという OL さんの声も多発してるらしいですよ。ヒルナンデス見ればいいんじゃないの。どうしました。いや別に他局だから、他局の話してるし、別にさらに他局の話したっていいじゃん、したら。まあね、別にうちがどこの局だとかそういう話はあれですけれども、うん、いやいやそういう話にはなりますけれども、はい、いやいやね、そういう声も上がってるぐらいの、うん、もう喪失感、うん、まあね、我々はもう子供の頃からね、はい、お昼12時はいいともだっていう風に育ってきましたからね、はい。これはね、うん、もうやれ半沢直樹が終わった、はい、やれあまちゃんが終わった、はい、どうしたらいいかの次はもう笑っていいともですよ。でも次元がその長さの歴史の次元が違うけどね。もうね、うん、最近流行ってるでしょ、これ終わったらどうしようっていう感じのが、ね、確かにね、うん、次はいいともですか、うん、いやーこうやっぱりちょっと切なくないですか、うん、あなただって笑っていいともの思い出の一つや二つあるでしょ。海坊主さんは、はい、出とけばよかったって思わないの。あのね、海坊主さん思わないの。でもそれちょっと思いましたよ。あのね、はい、私ね、はい、本当の正直な話、はい、最初にそのニュース見た時に、はい、うわ出てねえって思ったんですよ。いやそれももちろん思いましたよ。まだ出てねえって思いましたよ僕は。でだからお話ししてましたよ、ね、はい、まあ我々が東京に行く際には、はい、もう笑っていいともに出て、はい、で話をしてた時のことももちろん思い出しましたよ僕は、うん、終わったなと、うん、ねえもう本当にあれですよ、うん、どうしたらいいですか。私どうせ他局だから言いますけど、はい、32年間ずっと放送してて、はい、やっぱりお昼の顔としていいともをね、はい、子供の頃から見てて、はい、やっぱり私が子供の頃に見てたいいともって、はい、何が起こるか分かんない生放送なりのハラハラドキドキというか、はい、で実際に面白いことがその場で起きたりしてて、はいはい、まあなんかそれが伝説みたいになって、ね、もう何年先でも語り継げるみたいな感じだったじゃないですか、はいはい、最近のいいともってその点なんか本当のハプニングは実際にあっても、はい、そのなんか番組の進行の中で笑えるハプニングってそんなになくなってたんですよ。なんか噂ですよ、これは噂の話ですけれども、またいろんなインターネット上でのお話とかですけれども、だからやっぱりそのタモリさん自体のねモチベーションとかっていうのもいろいろあったっていう話もあったわけですよ、まあね、うん、はい、だから面白いテレビ番組だった時代と、はい、そして今いろいろな制約がある中で作らなくてはいけないテレビ番組の時代っていうのの、はい、なんか2つの顔っていうのが、うん、今のいいともそして昔のいいともなのかなって、はい、なんかちょっと思ったりしました。今回の特にね終わるって話聞いて、はい、うん、やっぱり時代だよなっていうふうにちょっと思ってしまいました ね。ノースアイランドはその点まだ元気にそして自由にやらせていただいておりますが , 笑ってノースアイランド。ただ私も作ってる立場としてはいろんなしがらみが出てきております、はい、それではノースアイランド確かめたいことがある小さな旅です。
ノースアイランドをお送りしております。ノースアイランド、確かめたいことがある小さな旅をお送りしております。ノースアイランド、2001年12月の放送開始以来、約12年かけて放送通算400回を超えることができました。皆様ありがとうございます。現在お送りしていますのは400回をちょっと超えたね特別企画、お、今日なんと410回記念でございます。400回の時に記念しなさいよ。いや、410もまあまあまあ区切りはそこまで悪くないですけど、はい、400に比べたら410って中途半端ですから、400にしましょうね。じゃあ今日400にします。10回減らしたあの、どこの10回分削るのかな、この人闇に葬るのかな、どこの10回分闇に葬るのかな。ノースアイランド、確かめたいことがある小さな旅でございますが、今回は、2006年9月に放送した企画、白鳥大橋のありがたみを知ろう、海坊主 in 室蘭に遡ります。懐かしいですね。これもだいぶ懐かしいですよ。7年前。7年も経つんですか。いやー、年取りましたね。7つ年取ったな、あなた。それだって、いやー、若かったですね。こちらですね、北海道室蘭市にあります白鳥橋を使わないとどれだけ室蘭の移動は不便なのか、これを検証したんです。しましたしましたね。走りましたよ。こんな単純な企画やってたんですね。やってました、やってたんですねってあなたですよ。単純ですねこれ。しかもこの頃なんて本当にね、もう走るだけじゃなくて、はい、まあ、広告塔だって言って体にポスターつけたりとか言って走ってたわけですよ。そうだよ。地元の方と触れ合いながら僕は走ってましたよ。はいはい、懐かしいですね。白鳥大橋の対岸であります JR 佐喜森駅から陸でつながる迂回ルートを通って道の駅三田良室蘭までを JR とランニングで目指すというものでございました。そのスタート地点となった JR 佐喜森駅、その後のノースアイランドでもことあるごとに舞台となったわけでございます。そこで我々は現在の JR 佐喜森駅へ行ってまいりました。まず佐喜森駅について紹介しましょう。はい、改めて、室蘭のですね、室蘭市佐喜森町にあります室蘭本線の駅でございます。開業時からここ無人駅でございます。駅舎だけではなく待合室も存在しません。かつては地上とホームを結ぶ階段途中の踊り場に約20平方メートルの待合場があったそうです。今とじゃ形違うんですか。みたいです。へー。ですが落書きや放火被害に遭いまして、うん、1999年平成11年8月末をもって閉鎖してしまったそうです。うん、で後に撤去されたそうです。うん、だから今の形になったんですね。ほうほう。でこの佐喜森駅は駅の前後をトンネルに挟まれた場所に立地しておりまして、ノースアイランドではもう一つ、まあ、懐かしいというかね、駅で小ぼろ駅という駅がありましたけれどもそうですね、そこと同じような形状でございます。懐かしい駅っていうか僕はまだ鮮明に覚えてますけどね。最近だね、まあね。まあ2年3年前ですからね、あれがね。ということでまずあの7年前の思い出としてはどうです。初めて行った時2006年。初めて行った時なんてだってポイ捨てされてね。よく覚えてらっしゃる。ここがどこなんだかも全くわからないような状態で味のある駅だし味のある駅さえポイ捨てされたらとても不安になるような立地条件なんですよ。はいはいはい。周りにね、だって僕はねどちらかというとまあ札幌で育ってきましたから、はい、まあ、コンビニとか、はい、まあ、一人でポイ捨てされてもなんとかなるだろうっていうアマちゃんなわけだったんですよ。まあ、アマちゃんね。その意味のアマちゃんね。海に入るわけじゃないアマちゃんね。入るわけじゃない方の海坊主なのに海に入らない方のアマちゃんだったわけですよ。温室育ちのぬくぬく子でしたよ。はい、それがね、はい、もうアマゾンの方にもう放り投げられたかのような勢いでアマゾンのアマちゃんになったんだ。アマゾンのアマちゃんになったぐらいの勢いでポイ捨てされ、はい、もう僕このまんまあの行方不明になるんだなぐらいの勢いで。そうですね、あの悲壮感漂う海坊さんの声というのが印象的でした。まさかこんなことまでやってのけるのかノースはと思いましてね。まあ、まあただ後にね僕は一人で冒険して、はい、まあ、ベンダーショップというね、ええ、もう拠り所を見つけ、なんとかなったわけですけれども、ね、はい、もう一番もうポイ捨てされた直後はもう本当ねノースやめてやろうかと思うぐらいすごかったですね。でまあそれが1回目で、はい、
で2回目に先森へ来たのは、はい、2007年9月、うん、白鳥橋のありがたみを知ろう未坊主 in 室蘭2がありました、ね、はい、この時が先ほど未坊さんがねおっしゃっていた、はい、あのポスターを貼り付けて走ったやつ、はい、朝10時から、JR とランニングで室蘭駅をスタートして JR 先森駅までまず行った後、はい、JR 室蘭駅に近い室蘭中央埠頭にある室蘭スワンフェスタのお祭り会場の、うん、方に戻ってくるという、そうですね、タイムリミットが午後4時までに戻ってくるっていう、はい、そういうものでございましたけれども、こちらの思い出いかがですか。これにしたってひどいですよ。いいですか、あの僕続けて言いますけど、知らない場所にポイ捨てされましたの次は、はい、知らない道路を走って帰ってこいですから、はい、あの道を知らないところをね、走って帰ってこいって言うわけですよ、はいはい、あなた分かります、僕ね今でこそ僕 iPhone 持ってますけど、その当時持ってないんですからね、はい、もう地図とかも分からないですし、ね、まあまあね、お電話させてもらって中継させてもらいながらですけども、はいはい、全く分からない道を走って帰ってきたわけですから、まあ、やっぱりそこはね、ラジオボコイフジ当時のね、はい、ラジオボコイフジの皆さんがね、はい、素晴らしいアシストで電話でも道案内をしっかりあの公開の状況でね、はい、してくれましたね。そうですね、まあね、あれがなかったらどうなってたか。いや当たり前でしょ、知らないんだよだからそれ当たり前のことなんですよ。そうですよ、だって知らないんですからどうなってたかって分かるでしょ、帰ってこれなかったんですよあと室蘭の皆さんのまあ温かいこと、はい、いやそれは本当にそうですね。一緒に走ってくれた方とかも見ましたから、お子様たちもそうだったし ね、はい、うん、それはもうすごいあの純粋に嬉しかったです ね、 ね、はい、その結果最終的にこのね、ゴールのスワンフェスタお祭り会場に戻ってきた時はもうまるで24時間テレビかというような、はい、もうサライがかかってんじゃないかのようなもうスタンディングオベーション、もうね皆さんが道を開けてくれて、うん、もうわや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 ですよ、もうね、海坊主だやれ海坊主だ、もうゴールしましたよ、はい、もう感動しましたね僕ね、ね、海坊主さんもね目を潤ませながらもう最後インタビューに答えてね、いやほんとつらかったんですよみんなもうね、その時のお客さんもう口々に言ってましたよ、はい、先森駅から走ってきたんだってさって、あね、先森駅どころかですよ、苫小牧から走ってきたんだってねそうでした、そうでした、どこぞのお父さんがですよ、苫小牧から走ってきたんでしょって言われて、いやいや、違いますねあれですよね、だからこれは虚偽ということでいいですね。それはもう僕はちゃんと否定しましたよ、苫小牧からただ、室蘭市民の皆さんは、はい、ある程度の方々、はい、どうやら、はい、かなり遠くから走ってきたぞっていう、噂話って怖いですね。ね。背びれ、尾びれがついて。30キロ走ったっていう人もいたし、うん、確か。あちこちでね、いろんな噂が流れたんですけど。やっぱり噂のね、怖いところですよ、それが。だから、室蘭市民の皆さんに、海坊さんは、はいはい、まあ、嘘をついたことにもなってるんです。僕は何も言ってないんですよ、でも。僕はただただ、置いてきぼりになって走ってきただけなんですよ、知らない道を。僕は一言も言ってないですからね。いやいや、ひどい男ですね、海坊さんはね。すごいっすよ。あなたがなんか適当なこと言ったんじゃないですか言ってないっす、あの時は本当に会場内でね、アナウンスとかかかってたわけじゃないですか。あなたが適当にだからぬくぬくとまたね、美味しいご飯を食べてですよ、そこのお祭りの。いや、カレーラーメンとかあの時初めて食べたの俺ね、初めて食べたじゃないっすよ人が走ってんのにね、僕はね、もうだから帰ってきた時にね、思いましたよ、あなた、はい、そんなね、知らないとこ走らされて帰ってきたらぬくぬくとカレーラーメンを食べてですよ本当ね、どういうことだったよ。美味しかったな、あの時の特に、ね、海坊主さんを待つ時のカレーラーメンってもう未だに覚えてるもんな。ね、人の不幸を魚に食べる。カレーラーメンとね、あとね、酒粕ラーメンも食べたの。ね、ほんとひどい話ですよ。もうこの頃からでやっぱりだからドエスケさんの片鱗は見えてます人の不幸を魚にラーメンを食べて美味しいって言ってる人ですからそう、あのなんていうか、その海坊さんが走ってるっていう、はい、そのなんていうの、その出汁がいいね。そうですねだからね、皆さん今聞こえました、本当にドエスケさんってこういう人ですからね今思えばもうあれはうまかったなひどい話ですよ。さあ、先森駅に話戻しまして、3回目2011年4月の放送です。未坊主心の俳句無人駅室蘭本線編というのがありましたけれども、ここでまた先森駅行きました、はい。未坊主心の俳句先森駅、うん、どんな俳句言ったか覚えてます？なんかね、懐かしいなっていう、あのあれだ、あの
具体的には覚え出せないんですけど、まあ懐かしい匂いがしたとかそういうことでしょ。そうです、海坊主、はい、感慨深い隙間風。あ、そう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 、うん、そう、まあ要は懐かしいみたいな感じ、はい、近い近い。そうですよね、ね、そういう感じの、書いてました。だこれが確かリスナーの皆さんから募集して、あの室蘭ってこういうところだっていうところの単語を使って隙間風とかになったんですね。確かそう、うん、そうです、そうです、そうですよね。ね、あ、よく覚えてらっしゃる、はい、ね、この時は私も一緒に行ったんです、はい、だから私が初めて先森に行ったのは実を言うと2011年のこの時なんです。やっとですよ、あなた。でも2006年はまあ、海坊さんを騙すために一緒について行って、はい、でまあ、ポイ捨てする、はい、そこまでは立ち寄ったというか、はい、まあ、立ち会ったんですよ。だから要は駅の中は入ってないんです、はい、ホームまで上がってない、うん、初めてホームに上がったのが僕この2年前、ね、2年前そんな歴史は浅くないんですよ。いいっすか、サキモリとノースはそんな浅くないんですよ。もっと歴史深いんですよ。いやいやいや、2年前です。僕にとってはもうサキモリは2年しか歴史がありませんけれども。そんなことない。もっと深いんじゃん。さあ、時は2013年、はい、サキモリ駅の様子はどう変わったんでしょうか。過去の3回の音声を交えてお送りすることにいたします。どうぞ。で、今たどり着いたところは海坊主さん、サキモリ駅でございます。はい、まあ、サキモリ駅というとノースアイランド的にはもう、はい、かつていろんなことがありました。そうですね。ね。もう僕としてもとても思い出深い駅になりましたね。ねえ。で、もう3回目、4回目。そうですね。5回目わかんない。結構来てますね。結構、その旅に何かあるごとに来てて、はい、で、また戻ってきました。はい。いや、久しぶりに、もう3年ぶりぐらいかと思うんですけど、またね。2年、3年ぶりだと思うんですけど、いかがですか、はい、ちょっと見て。今まだね、外側なんですけど、これやっぱり先森駅に来ると室蘭に来たなっていう気がします、僕はね。ね、うん、で、まああの頃と変わらないなっていう感じはあるんですが、はい、早速ちょっと。そうですね、早速たどり着いて一番最初に目に映ったというか思ったのは、はい、なんかね、看板が立ってるんですよ、ここの近くっていうのが。温泉がどうのこうの、まあ温泉の看板だと思うんですけれども、前回来た時も言いましたよね、はい、うん、その看板がですね、自転車に変わってるんです。捨てられてる自転車が倒れてるだけ、はい、そこの位置にちょうど看板があったと思うんですけれども、何事もなかったというふうに。2011年当時の音声です。そういう駅でございます。で、階段今から登るんですけど、その前に多分これ最初の4年前の時もあった看板ですね。天然温泉千代の湯、午前10時から420円で入浴できますという看板がひっそりと立っておりますから、ね、これは一体これは一体秘境秘湯と言うべきなんでしょうね。そうなんでしょうね、天然温泉ですからね。先森駅の乗降客数ってここに立て札を立てて効果があるくらいなんでしょうね。したらそういうことなんでしょうね。ね、うん、で今人通りなんですけれどもありません。今回のロケ音声です。その看板がですね、自転車に変わってるんです。捨てられてる自転車が倒れてるだけ、はい、そこの位置にちょうど看板があったと思うんですけれども、何事もなかったかのように跡形もなく消えてて、倒れた自転車が置いてあるだけになってるんですけども、これはね、うん、もしかしたらまたちょっと何か変わってるのかななんてね。やっぱり時が経てばね、はい、まあそういうことで、看板もなくなるという、はい、ちょっと残念ですけどね。っていうことはもっと何か変わってるのかもしれないですよ。ビビ駅は逆にこうね、近代化してきたっていう話ですけれども、はい、さっき森はどうなってるのかって話ですよ。そうですね、まあ、今のところパッと見それ以外は変わってるのは見えないんですけど、うん、何ら変わってる様子はないですね。これさっき森はさっき森らしい感じがしますね。やっぱこの景色見ないと室蘭に来たっていう感じしないですよ、僕は。やっぱそうっすか、はい、何回も来てーって。これがなんかノースのふるさと的な。そうです僕の原点としたらここの先ほどだと今ほどないくらい。そうっすか。で、今階段登っていきましょう、はい、バス停もあって何も変わりませんね。ただね、バス停の隣にあった自転車もおしゃれ自転車が1台止まってたんですけど今、はい、あらまあ時代も変わったね。時代も変わってます。だから若者が加えてね、自転車でここまで来て、さっきも来て、なんか
でしょ、どうせ学生さんが。おでね、まあ、先森駅のね、看板も何も変わらずで、階段も変わらないね。いや、今ちょっとバランス崩しましたけど、こんな登りづらい階段だったっけなと思います。で、ホームごとに階段が違うんですね。そうですね。これも全く変わらないですね。変わらないですね。どうですかね、登ってみますか、また。まあ、せっかくなんで登りますか。ノースアイランドの歴史とともに、この先森駅は必ずありますね。はい、ありますね。で、何にも変わらない。どうした？なんか上から垂れてきた。あ、水垂れてる、水垂れてる。震えちゃうよ。垂れてる。びっくりした、すげえ今背筋がヒヤッとして、あの背中にポタって倒れてきたんですよ。垂れてきたんですよ。めっちゃびっくりした今。今線路がちょうどね、高架みたいになってるんですけど。おお、やだやだ、めっちゃびっくりした。しかも結構大量に。そう、だからびっくりしたんですよ。あのすごい、あの量の、あの水が背中に今ブチャってきたんで、めっちゃびっくりした。何も変わらないでブチャってきたんで。何なんですか、この階段的な。いや、まあ、雨が降ったんですよね、つい最近ね。その影響でしょうかね。今降ってませんよ。すごいびっくりしました今。ボッタボタボッタボタ落ちるの。もう僕は完全に今頭にフードをかぶって、もう垂れてきてもいいように。びっくりした今。まあ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 、まあ、そういうこともありますよ。ありますよね。ね、ありますけどね、結構な量が垂れてきたんですよ。びっくりしました今。今ホームに向かって、はい、歩いていく階段です。またねえ、あの頃思い出しますか。いや、まあ、やっぱり思い出しますね。ここにポイ捨てされてから始まった僕の先森の歴史、うん、そうですね、私が、まあ、ここから白鳥橋を渡らないで走って、はい、スワンフェスタの会場に行ってくださいって言ったのが最初でした、ね、さあホームです。ね、あ、この時刻表でほら、梅本さん、時刻表が新しい。時刻表、本当だ、綺麗になってる。てか2006年のロケ音声です。ここ先森駅にやってまいりましたけれどもですね、ただいま時刻、収録時刻11時5分でございます。午前11時5分次の、発車時刻表を見ますと、東室蘭駅まで11時56分まで、次の列車がございません。まもなく列車が入ってきます。危険ですので、ホームの後ろまで十分に下がってお待ちください。このアナウンスが聞こえてますでしょうか。別に狙ったわけではございません。素晴らしいタイミングできます。しかし残念ながら、残念ながらですね、私どもが待っている列車ではございません。凄まじい勢いでちょっと垢抜けちゃって、垢抜けちゃった。もう、まあ、ならね、何かどう垢抜けてるか。今回はここまででございます。先森駅に行きましたけど、ミボーズさんはこの先森駅でいきなり頭上からの攻撃をされましたね。ポタッとね、ポタッと雫が落ちてきたわけですよ。かなりのね、あのびっくりしますよ。驚きっぷりで。びっくりしますよ、そりゃ。うん、雫垂れてくるなんて思わないでしょ。もしかしたらまたあのね、こぼろの時の断末魔の叫びをねするのかと思うぐらいの驚きっぷりで。いや、そこまではしないですけど。あの水滴落ちたくらいで僕は断末魔の叫びはあげないですよ。さすがに。いやいやね、いやでもね、今大輔さんとねこの音声を聞いて話してましたけれども、うん、はい、もうそろそろね、はい、まあ、僕たちもまた攻めなきゃいけないんじゃないかって話をしてましたよ、はい。で、じゃあ小ボロを超える何かをしなきゃいけないっていう話になってくると、はいはい、でもね、僕は思うわけですよ、はい、まあ、今の音声でも死ぬよーみたいなこと言ってましたけど、死ぬよーって。そっち系で超える必要なくないですか。まあね。例えば感動系で超えるとか、はいはい、もう全米が涙した、はいはいはい、ノースアイランドのキャッチフレーズとしてそれを使いましょう。全米が涙したっていうぐらいの。全米が涙した、全日本が笑った。そうそう。その感性の違い。そんなに違わないでしょ、アメリカと日本で。そこまで感動してる隣でゲラゲラ笑うほど違わないよ。
まあ、違う人もいるかもしれない。猫屋さんいいな、このキャッチフレーズ。違う人もいるかもしれないけどね。全米が泣いた、全日本が笑った。ノーサイランド。いいな、このキャッチ。それができるんだったらすごいですよ。猫屋さん目指しますそれできるんだったらすごいですね。全米の人たちがもう涙涙してもう感動した。感動すぎちゃってもう言葉も出ないぐらいになってんのに、その隣で全日本の人がもうグラッキラってドッカンドッカン。このナイスガイは素晴らしいって言ってる隣でグラッキラ渡れてました。それができたらすごいですけどね。どんな音声聞いたらそうなるのか。そうなるでしょうね。もう何回も言いますけど、そこまで感性違わないと思うんですよ。言うても同じ人間ですから。いや、目指してほしいな、それ。それやりますか、次の企画。そうそうそう。全米の人は泣くけど、全日本の人はもうギラギラ笑える企画。それすごいですね。それやりましょうか。なかなか難しいですよ。まあまあ、だからね、方向性としてはだから断末魔系じゃなくてもいいわけですよ。まあそうだね、うん、それでちょっと次また攻めるっていうのもいいんじゃないですかね。え、うん、これでも改めて、まあ、なんでそういう話になったかっていうと、うん、昔のノースアイランドは面白いよねって話よね。いろいろ起きてますね、結局ね、うん。まあ、この間のあのビビの時も、はい、ビビの音声も確かにそうだったんですけどね、はい、ビビにたどり着くまでにいろんな出来事があったりね。そうですね。ね、今回もね、これ先森が一応テーマになってますけど、はい、先森で起きること以外のことが ね、 そね、周辺の出来事っていうのがね、結構あるんだよね。結局目的以外のところで何か起きたりするじゃないですか、うん、ね、だからそこですよ。そこで全米を感動させ、ね、全日本を笑わせるっていう ね、 ね。あれ何の企画でしたっけ、あの僕たちが向かってる時にね、はい、対向車が来て、いきなりおじさんが降りてノーサイランドじゃないですけど、まあ、そういうこともありました。ああ、はい、ね、そういうこともね、はいはい、起きたらいいなって思ってますけどね、やっぱりね。ああ、ノーサイランドではね、あの札幌市内ですけれども、うん、確かね、あの私どものね、うん、車で走行して対向車がね、いきなりスピンしたってこともありましたけれどもね、はい、いろんなことがあるんです、ノーサイランド。そうですね、まあ、あのこの先森でも今後どんなことが起きたんでしょうか、はい、どうぞご期待ください。お相手は私、山田大輔と海坊主でお送りしました。また来週です。さようなら。